お疲れ様でございます。今日の公明党ニュースですけども、YouTube の検索に公明党と入れてみました。そうするとですね、公明党の公式チャンネルが一番上に出て、チャンネル登録が17.4万人ということでね、まあ、国政政党にしてはなんか頼りないなぁと思うばかりでございます。やっぱこう、SNS の活用に長けてない人が、まあ、どうなんですかね。 こういうふうな広報活動、これからに期待ですね。私も公明党さんからのいろんなね、発信を期待してる、まあ、そんな人間の一人です。その中でね、6月27日なんですけども、何今日、電気ガス、負担軽減策を政府に提言と。遅い。遅いよね。何なんだろうね。はい、私のおかげですよってことは言いたいんでしょうね。この動画、拝見しましたけども、 国民生活を考えるんだったら、一言、消費税は悪だって、なぜ言えないんですか,だかこういうところがね、この公明党の卑怯で日和みなところなんですよね。つまり、何か国民の負担軽減に関わることがスタートしたら、私のおかげですっていうからね、自分でアピールしてるわけですよ。ね。自分の功績を誇りたくって誇りたくてしょうがないんですよね。そうじゃないでしょうと。ね。全ては世のため、人のためなんですから。 ね俺のおかげですっていうふうに自ら主張するこの山口夏男代表の、まあ、古速な態度ってのがね、なんか腹立つなと思うわけですし、じゃあ負担軽減考えるんだったら、7月はどうなんだと。7月だけすっぽり抜けてるわけでしょこの辺にもう完全にごてごてになってると言いますかね。なんか、決まり事がスタートしたよ、発表したよっていうところから、俺のおかげですって後追いで言うみたいなね、そのずるさがあるかなっていうところでございます。 なだからちょっと世のため人のためになることできないのかと思っちゃいますよ。政治と金、ね。これも公明党の責任じゃないですか公明党がしょうもないことやってるから自民党の暴走をねどうにもできない。で公明党は自民党の擁護するようなことばっかりしてぬるぬるなわけですよ。ぜ、ま、ひ、あ、ねこれは審議に戻ると思ったら。 同じ与党内でも反発して採決に規律なんてするなよ、公明党。まあ、長いものには巻かれるってことですかね。創価学者の皆さんどうなんですかね。神様は自分に対して有利な判断をするから、そこに信心を置いてるのか、それとも真に素晴らしいマインドセットを広めてくださってるからなのか。何なんでしょうね。 うん政策活動費なくても活動に支障を感じないって言うんだったらこれを貫いてほしいですよねいやこれはね本当自民党のおこの活動費がないとできないんだってところに一石を投じたと思うんですけどもここでこの発言するのが精一杯なんですかねうん だからこれニコニコ答えるんだったらここでいい格好するだけじゃなくてちゃんと押し通してくださいよしょうもないなうん戦えよ本当。何やってんだ結局自民党の味方をおっしちゃってるわけですよあとは出ないかなあ小池百合子ああ小池百合子公明党 何がファーストだよあの東京都ってのは地方の供給によって支えられている電気も食品もそのほかのこともですよで東京の財政がいいのはね東京都のそれは日本中の本社がそこにあるからに決まってるじゃないですかだから結局ね地方なくして東京なしですよ地方が衰退すれば東京も成り立たなくなってくるんですよ どうですかね地方から物流によって東京を支えてくださる方、安い給料で働かせてませんか何を勘違いしてんだと。みこしに上がったものピラミッドの頂点にいるものは、底知れない自分の下を支える無数の人によって成り立っているってことですよ。忘れない公明党。もう文句しか出ないですね。 公明党さんのね、いいところもうちょっと私も放送したいんですけどもね。え国交省が公明党なのは汚職だらけの続議員のせい。高橋祐治さんもこう言ってるよ。ねえ、そうなんでしょうね、きっとね。公明党の人もなんか真面目そうに見えて、どうなんですかね。市議会、県議会の人はすごい好きな人ばっかりなんですけどね。なんだろうね。なんでしょうか はい。じゃあ今日はそんなぼやきで終わりです。お疲れ様でした。